人前に立つのが苦手で、うん、すぐ緊張しちゃうし、それでなんかいろいろ慌てるといろんなことができなくなるから、人前に立って緊張になれるようにしたいなと思って、まああと人脈をすごい広げたいなと思って店長になりました。なんか小学校とか中学校の頃はすごい人と話すのがなんか苦手で、学校とかも全然行けなくって、けどやっぱどっかで変わらなくちゃなと思って、それで人脈を広げようと思って店長になりました。おお、すごい、なんかみんなと同じ生徒だし、けど生徒なんだけどやっぱ上からみんなに言わなくちゃいけないっていうこともあるし、なんか伝え方とかその言い方次第でなんか みんなも不快に思ったりとかそういうのがあるから、そういう言い方とかすごい気をつけました。PNA はみんなすごい周りの人が良かったので、店長で周りの支えがなかったら多分今もこの場所にいられなかったんだと思って、逃げてるんだろうなと思ってて、周りが良かったからPNA の店長やってよかったと思います。私はこの PNA クラスが大好きで、そのクラスのために何かしたいなと思ってその副店長に。やってみて、なんか自分が何かしたいっていう考えで入って やったんですけど、やっぱりなんか周りから支えられることが多くて、むしろその周りの人にいろいろしてもらって、なんかその周りのさっきってか人脈みたいな感じと似ちゃうんですけど、その大切さを知りました。で、私はみんなをなんか 前から引っ張るのも下から支える役になりたいなって思って、何でした、なんか本当にそんな自分が何かしたってわけではなくて、本当みんなが司会してたからなってみて、なんか周りを見れるようになって、先生と違って同じ年代の子たちに指示したり動かしたり指摘とかもしなきゃいけないから、そこは難しかったけど、それもいい経験になって、今後はその社会人はそういう立場も多くなるから、みんなに対する指導力